それと、挨拶と、それから授業時間外の研修というか実習、それを組み合わせてね、皆さんに理解をしてもらいたいなっていう、そういう進め方をしているつもりなんですね。前回は、トビスムという、その説明をしました。できるだけ簡単にね、トビスムの全体の大きな流れというものを紹介したつもりです。案外トビスムっていうのもですね、どっちかというと、とっつきにくい、活動だったのかもしれないなとは思うんですね。ですから、それを大きく分けて、大体こんなふうな流れでいきましたよということを紹介したわけです。細かな中身につきましては、関心を持った人はさらに自分で調べてみてください。トビスム関係の資料というか、解説というものは非常に多く、出版されています。ですから、簡単にいろんな細かな経過といったら作品類まで入っていくことができると思いますが、概要についてはほぼ、前回紹介した中身で尽きるんじゃないのかなって思います。さて今日はですね、それに続いて関係資金の抽象化とは一体どういうものであるのかということについてお話をしようと思っているわけですね。ポイントの方はコピーの方はですね、コピーじゃないか、テキストの方はですね、12、13、14、15というふうになりますが、今日、授業時間の中で扱うのは、12ページと13ページだけです。14、15はこれお話、読み物にしてありますので、これは、目を通して解いてください。これもまた分かりやすい説明になっていると思います。ワシー・ハンデンスキー。でも今日は作品そのものはそんなにきれいに見える必要もありませんので、そういうあたりはですね、このぐらい明るくてもいいかもしれない。さて、これはカンデンスキーの作品、展覧会場で飾られている状態ですね。で、これはだいぶどこの場所かちょっとよくわからないんですけども、落ち着いた雰囲気でハイソサエティのですね、雰囲気を漂わせていますよね。日本の美術館の展覧会は今法政が始まったらしいですけど、あれは言っても大変でしょうね。法政は優秀派の作品がですね、一番たくさん展示されている美術館ですね。ですから、そこから来ているのが印象派の作品がほとんどですから、美術の展覧会をやるときにですね、印象派をやればですね、絶対儲かるんですね。だからやりたかったわけですけれども、やっぱり日本の場合にはお客さんが集中しちゃいますので、落ち着いて見ることはできないんですよね。音声行ったってそんなに混んでませんから、ゆったり見ることができるんですけど、日本に来たらそうはいきませんので、あまりあそこに見に行くのもおすすめはできないとは思いますけど、こういうふうにゆったりと展示してあると、本当に味わいながらですね、作品と会話するというか、会話することができるようなものだと思いますが、ちょっとおしゃれでしょ、わかりませんけどね、こちらの方の作品みたいなんか作品にとってもおしゃれな雰囲気を持っていますけども、でも完全スキーは後で言いますか、一生の間にですね、生涯の間に表現の仕方をどんどん変えていきましたので、今見えてるようなすっきりした綺麗な作品というものはほぼ後期という晩年のね、頃のものなんですね。だから前半はもっとドロドロした重苦しい、そういうような作品が多いわけですね。今日は完全スキーにおける抽象化とは一体何かということを紹介したいと思います。この肖像写真ですね、すごくこう知的な感じのするおじさまということですね。カンデンスキーはモンドリアンとともに、抽象絵画の先駆者として位置づけられている。また多くの、著作っていうのは、いわばこれ論文です、著作を残しており、美術理論家としても署名であるというふうに評価されている人ですね。1866
という人生です。でこちらにあるのはですね、カンディンスキー著作集というもので、1巻から4巻まで出ているんですね。4巻は回想とかっていうタイトルが付けられていますと、カンディンスキー著作集全4巻、いろんな建て付け出したものを日本の場合にこの4つの4冊の本にですね、美術出版がまとめたというシリーズものなんですね。で、1巻は抽象芸術論、そして芸術における精神的なもの、これ最初に出されたものですね。2巻は点線、そして弁図かな、点線も並列じゃないんですけど、抽象芸術の基礎という、これが一番重要な著作です。3巻ではある抽象画との視察と記録ということで、いろいろなメモみたいに書いたものを集約してある、完全的な解説、この辺ですね。大事なのはこれです。そしてその次に大事なのはこれですね。この4冊っていうのは大体どの図書館にも置いてある、ここの図書館にもあります。非常にコンパクトな本ですから、借りて読むということによってとてもやりやすいものですね。さて、カンデスキーは抽象絵画の先駆者としてモンドリアンとともに双璧を出すというふうに言われていますけれども、前々回かな、言ったように抽象画と抽象絵画というものの関係がありましたけれども、主な方法というのは省略したり除去して単純化したり、そういう方法、そして要素としては線とか色とか平面、そういうようなもので、要素で絵画を作っていくんだよっていう、そういうことを言いましたが、まさにその通りのことを最初に言ったのがこの、カンディンスキーなんですね。今日はカンディンスキーを見ていきたいと思います。一番有名なのはこれです。なんだこれは、南国陽気だとね、南国陽気じゃないの、ちょこちょこ水彩絵の具で描いたようなものだねということ、それが分かると思いますけれども、カンディンスキーの抽象画とは一体何でしょうかということを今日は考えていきたいわけですけれども、ちょっとですね、疑問が生じるので、多くの人に共通する疑問をここに挙げておきました。彼はなぜ学者を辞めて画家になったのということがあります。実は、カンディンスキーはですね、絵描きになろうと思ったの30歳の時なんです。で、それまで何やってたのって言ったら、彼は学者だったんです。社会学の研究者だったわけです。それが絵描きになっちゃった。なんでなのっていうことですね。次、カンディンスキーはですね、私の絵はね、抽象画なんかじゃないんだよって言って、私の絵はね、反具象画なんですって言ってるんですよ。抽象画と反具象画って一体何が違うの、よく似たような本じゃないの、 何をこだわってるのって言ったんですね。その辺のところを見ていきたい。彼は自分では反具象画だって言ってるんです。で、一番大きな問題はですね、結局彼は、カンディンスキーは自分の作品を通じて何を語ったんだろう、これ一体何なんだいっていうことを見ていきたい。これが今日の中にということになります。ポイ君、ちょっと調べてみるから適当に、あまりにも外が珍しく赤くなりすぎちゃって、はい、いいですよ、いいですよ、いいですよ、よく見えるようになりました、ありがとう。幅 2.3m ということを、実際にはこれよりももうちょっとありますね。これの 1.3 倍ぐらいかもしれないね。で、これはですね、4日で描き上げた作品なんですよ。危ないです。4日で描き上げた幅 2.3m、だからまあ150号より大きいかな、そのちょっと横長ですね、このぐらいの大きさです。まあこういう描き方だからね、早く描けるのかもしれない。まあ、従来のアカデミズムの作家たちはね、一枚描くのに1年とか半年以上、1年2年かけて緻密に描きましたよね。で、それに比べるとこういう抽象的な表現というものは早いです、作品そのものはね。でも4日で描くってのは早いよね。まあ、そういう作品なんですけども、これを見て私たちは何を考えるか、
どういうかということなんですが、大きく分けると2種類です。作品を見るときの見方は、造形性という部分、これは目に見える要素、見えている要素の分析ということになります。造形性の分析をどう見るかということ、それから一体これ中身何なの、内容を解釈していく、この大きく分けると、私たちが作品を見るという行為の中においてはこの2種類なんです。造形性の分析、それから内容の解釈、これちょっと違うんですね。分けて考えてもいいわけです。前回のキュビズムにおいては、彼らは造形性に熱中したんだよ、内容はね何でもなかったんだよって言いましたよね。そういう解釈をすることができます。今回の場合、ハンディスキーのよう、じゃあ考えていくときに、この2つを考えて、分析してみますけどね、造形性においてどう考えていったらいいっていうのは、はい、形についてはどうでしょう。ちょっと付け加えると、造形性の分析っていうものはさらに分けていくと、形の分析、明暗の分析、色彩の分析っていうことが言えますね。じゃあ完全式をこの絵で形はどうなのって見ると、はっきりした輪郭線がないんです。線と面あるけれども、ボケていたり曖昧にされていたり、かすれていたり、形が明確ではないということが言えますね。だから何が描かれているか分かりにくいということがあります。明暗はどうでしょう。普通立体物を明暗を持って表現するというのは立体感を出すためなんですね。ボリューム感を出すために明暗を使いますけれども、この場合はですね、明暗というものがほとんど意識されていない、意識されていないよ。で、色彩はどうなのって言ったら、これはね、いわゆる色彩のルールがはっきりしないんです。あらゆる色、いろんな色は散りばめられてあるというか混然としている。だから造形性においてはルールがはっきりしないということがあります。むしろ反対かな、ルールを壊してしまってルールがない絵を作ろうとしているかもしれないな。もう一つ大事なことは、造形性においてはですね、何が描かれているかはっきりさせるためには、字と図の関係というものを考えるわけです。図というのは背景、バックです。バックがあって、その上に字という形が乗っかっている。そのことによってこれは何だというのが分かるわけです。背景、バックがあって、字があってですね、字があって、バックがあって、そこに図が乗っかっていることによって何が描かれているかが分かるんです。その展開を見たときに、ファンデスキネはですね、どれが、どこが字で、どこが図か、分からない。という。そういう面から言うと、造形性の、いわゆる一般的なルールとは全く違う状態になってしまっている。ということが言える。さて、内容の解釈です。これは見ただけでは分かりません。一体彼は何を描いたのか、何を伝えたいのか分かりません。でも何かあるはずなんですよね。それを見る人は探さなくちゃいけない、謎解きのようなもの、クイズを解くような、そういう活動を強いられているということになります。